命の大切さを学ぶため地域と連携した防災活動に取り組む早稲田中学校。この日 G7 広島サミットに向けて世界へ平和を発信しようと1年生51人が鶴を折ってくれました。世界中のみんなが楽しく暮らせますようにと書きました。世界中のみんなが幸せで未来に希望を持てるようにという願いを込めました。争いを起こさずお互いの意見を尊重し強調していくことが大切だと思います。人同士が協力し合える世界になりますようにと書きました。今世界ではいろいろ戦争が起きたりしているけど世界で起きている問題をいろんな国で協力してなくすことができたらいいと思ったからです。